がけ本日は「ゴールデンスプーン」の13話の予告の紹介ですがその前にですねまあ皆さんニュースでもねご覧になっていると思うんですがえーとソウルのイテウォンでねえーと昨日の夜えー残念ながら「 えと事故がありまして150人以上の、えー、死者とあと100人以上の、えー、と入院患者が今、えー、と病院にいるというニュースがありましたね。まあねまだまだね渋谷とかあのー、まあこうたくさんの若者がこうハロウィンを楽しもうと思って集まってると思いますがねえー、本当にね えー、命に関わることが起きたりもするので、まずは、まあ、韓国で、えー、亡くなった方、まあ、その中にはね、外国人、まあ、日本人も含めていらっしゃるということなので、えー、これをね、韓国語で言うと、えー、強引、え、参加名簿をピゲスす。というのを、まずお伝えした後から、ゴ、えーネスプーンの13話洋楽の話をしていきたいと思います。 では、えー、っと、雰囲気ちょっと変えさせていただきまして、えー、ゴールデンスプーンね、あと4話を残しておりまして、めちゃくちゃ面白くなりましたね。ね、12話でね、えー、見た方はわかると思うんですけど、誕生日の日に、実の親に会うと、記憶が、まあ、記憶がっていうか、も、また元,元に戻るということで、 まあご覧になってる通り、戻ったと。うん。なので、イースンチョンが今までファンケオンだったのが、えー、イースンチョンに戻りましたと。いうことですね。うん。何回変わるんだって話なんですけどね。まあさすがにね、もう変わることないでしょうと思いますけど、残りの4話ですからね。だけど、今後どうなるのかっていうのは非常に気になりますね。 あとはこのシーンですよね。ファン・ヨンド・ヘジャンに、テヨンのちなごじがありらぬ劇児。ファン会長は、テヨンの実の親父じゃなかったということ。らしいです。まあ、12話でね、実際に、ファン会長に会ったのにもかかわらず、変わらなかった。だけど、スン・チョンの親父が入ってきて、変わったと。ね、誕生日の日に、 実の親に会うと変わりますからね。いやー複雑になってきましたよ。どういうことだと。うん本当にこれ結末わかんないな。これの幸せな結末ってどういう,どう,いう結末ですかと。誰か教えてほしいですね。本当に読めない。本当に読めないからついついと、まあ、見てしまう、待ってしまうっていうことはあると思いますけどね。 음. 요베나이으네 마지막 9. 얼마 안 남은 거 같으세. 내가 이렇게 앉아서 당하고 있을 줄 알아? 근데 궁금하지 않으세요? 아저씨 아들 이승천이 어떤 짓을 했는지. 부탁인데 승천아. 제발 황태음 되지 말아줘. 나로도 없네. 네 마지막 길 얼마 안 남은 거 맞지? 또? 도유코토다 고레. 그래? あなたの最後の道あまり残ってないの合ってると。最後の道真珠琴どういうことだろう死ぬのかな死ぬんですかねこれ。死ぬのか、またファンティオンに戻るのか、なんだろうな真珠琴で、樹皮マ、ね、がね、真珠琴って言ってるんですよ。で、泣いてるじゃないですか。 まあね、あのー、海に遊びに来たと、ジュフィットね。だけど、帰りは泣きながら帰ってると。どういうことなんだろうな。いやー、気になりますね。なんかあるんでしょうね。この真島級最後の道。この言葉がすごい気になりますね。うん。あとはこのシーン。くんでよ、くんぐまじあぬせよ。 ところが知りたくありませんかアジョシアでイズンチョにおっとんじすれんぬんじ。あなたの息子がどんなことをやらかしたか。この子はね、怒ってますね。<laughs> 怒ってますね。それは怒りますよね。うん、ね、イズンチョもね、ひどいですからね。ホテルまでね、連れて行って、ごめんって、ごめんじゃないよっていうね。 で、復讐ですよね。この余人はね。だから、ね。君子城を見せましたと。ね。すんちょんのお父さんに。で、全部話したのかな、おそらく。うん。全部話してしまったと。なので、お父さんは、えー、スンすんちんがやってしまったことを知ってしまいましたと。いうことですよね。 いやー、複雑になりますね。<laughs> より複雑になる。で、このシーンで、まあ、ジュイヒはね、もう、スンチョンがファンティオンになってたっていうことをもう知ってて、で、ブタギンでスンチョンは、ゼバイファンティオンに出じまらじょう。お願いだからファンティオンにはならないでほしいと。お願いしてるっていうことは、スンチョンはもう一度ファンティオンになろうとしてるんですよね。 だけど、どうやって <laughs> もうね、ご飯食べに来てもね、もう分かっちゃうから、ね、それをそのままにするわけがないし、一年待ってまた誕生日になんか偶然いや、それは無理か。もう、あ、元に戻ったから。だから、三回またお半旗ンのうちでご飯食べるしか方法はないですけどね。だからなんかあるんだろうな。うん。 簡単に戻る方法があるんでしょうね。我々に、まだこうね、出てきてない何かの秘密が。いやー、これ、残りの4話はもう、もう、見、見ないわけにはいかないんじゃないですか、これは。うん。なので、今週と来週、残り4話ですが、ね、うん、ぜひ最後まで皆さんと、 見届けたいと思いますね。ではまた。 that's the ground it may not be my birthday but i just wanna celebrate uh